沖で仲良くなった人と今でも連絡も取ってます。おー、いいね。ゆっぴーちゃんいつ旅に出たんだ？まあそこからなんやけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、え、これなんかあれじゃない？ハートあるんやない？え、ない？友達マークかな。なんか遠くから見た感じ、あ、ほらあるやん。え、何件？一件か。いやでも一件でも十分。誰誰誰誰？ナダさん入るよ。入らせていただきます。ナダさん相手おったよね？よね？あ、プロポーズ、プロポーズ来た。これは私が頑張らなければね。前回に引き続きちょっと頑張っていきます。どこでプロポーズするのがいいでしょうか？前回駅のホームでやったけん、今回違うところに行こうか。遊園地で、いや高級レストランにしよう。着替えた方がいいですかね？着替え、高級レストランに見合ったような服は多分持ってない。てかこれだけか。やっぱり持ってなかったわ。うん、これで行こう。このままで。ところでプロポーズをするタイミングに、それはもう私に任せてくださいまし。私のことを考えているときに今だと合図を送ってくれますか？はい、頑張ります。わかった。それではプロポーズに行ってきます。よし、考えて。考えるんだよ。もうこんなところで噛んでたらダメだ私。お水が欲しいの？ちょ、なんかお水、お水持ってきてあげてよ店員さん。やけい、綺麗だね。よし、いいぞ。そうね。今回もストレートでいけるようにしよう。お、奥にいるのはアイナと赤花さんじゃないの？何高級ディナーなんかしちゃってんだ、ラブラブだな。我が分身ながらラブラブだな。く、君の方が綺麗だよ。早くスープ来ないかなーみたいな感じかな。ありがとう。いいねいいね。めっちゃなんかカジュアルな格好できとるけど大丈夫かな。周り結構いい感じの格好できてんじゃないの？違うの？周りの子たちもあれかな、ちゃんと自分が持っとる服を着ておるんかな。何？おこれ次じゃない？違うかな。次やろこれ。来い。私と結婚してください。はい、ストレートー。やった、今回もストレートなんやけど超嬉しいんですけど。喜んで。あー、やったー。パチ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 。待って、なんかもう早すぎて手の動きと音が合ってないんだけど。おめでたい。おかげさまで。すごい慎重さね。お礼にこれをあげます。ほいほい。実用品胃腸薬をもらいました、ありがとう。それでは結婚式をあげてきます。あ、2人とも大人なのね。じゃあもうこのままの身長差ってことか。なるほど。いや、いいと思うよ。女の人の方が身長高いカップルとかいっぱいおるもんね。なんか最近特にめっちゃ見かける気がする、そういう逆な感じの身長差カップルみたいなの。おめでとう、ナダさんとゆいちゃん、おめでとう。いやー、いいね。よきよき。よきよき。よきさ、キャンディーさん一瞬寝よんかと思った。みんなも祝福してくれている。さあ、今回の二人のハネムーン先は一体どこでしょうか？前回はどこやった？ハワイやったんかな？ナダとユイの新婚旅行 in ペルー。ペルー。マチュピチュです。マチュピチュ。はい、チーズ。目をつぶってしまった。ララヤ峠です。はい、チーズ。ララヤ峠。ちょっと早かった。あー、ユイちゃんの顔が。ユイちゃんの顔が収まってない。はい、チーズ。やっぱペルーといえば、ナスカの地上絵よね。ねえ、ちょっとひどい写真ばっかりになったけど大丈夫なんだろうか、二人は。まあね、記憶に残れば、まあ。楽しかった。楽しかったならよかった。ほいほい。お宝三方にはもらいました。ありがとう。これからも、夫婦ともどもよろしくお願いします。こちらこそ。
ってことはまた一軒家があっちに増えるのね。お、レベルアップ。この後ご飯とかあげたらまたさらにレベルアップしそうな感じするね。釣り竿、はい、どうぞ。道具、釣り竿をプレゼントしました。旅人が笑ってこの島を出ていくと、こっちまで。特に今ナダさんはすごいすごい、もうなんていうん、幸せ度が絶頂になっとるけん、人の幸せとか楽しいとかっていうのもいただきます。めっちゃ自分のことのように喜べるはず。どうすか。無理、マジで。あ、全然レベル上がらなかったわ。びっくりするぐらいレベル上がらなかったわ。あ、ハートマーク増えた。マジか、誰。みのりちゃん入ります。あれ、みのりちゃん相手おったよね、確か。ちょっとだけ、ちょっとしておいてください。子供、子供や。あ、なるほど、そっち。うちとアキウンの間に子供がいたら、え、いいと思う、いいと思う。え、ってことはもうあれなんやね、チャーリーさんとアキちゃんはおじいちゃんおばあちゃんになるわけや。孫が生まれるよ、孫が。嬉しいことだ。ことは近々この二人の間には生まれるわけですね。よき。はい、 CD を、最強にいい CD かけて聞いてくださいまし。実用品手染めスプレーをもらいました。ありがとう。やっぱり友達は少ないより多い方がいいですよね。まあ、ワイワイ楽しみたいなら多い方がいいよね。いいけど、でもなんかどうなんやろう。こう、中、小、中、高ぐらいまではそんな感じかもしれんけど、でも高校でも微妙やな。なんか、ちょっとずつちょっとずつ、こうなんか少なくってもいいかな、みたいな人が増えてくるような気がする。まあ、それでも女子とかはね、なんか学校では大勢で移動するみたいなの多いけど。ほい、そうして、もう増えてない。女子、あ、え、増えてる、マジで。マジ、あ、クイーン、え、結婚ですか。あ、そっか、結婚したんだ。ここも子供が生まれるのか。うちとクマちゃんの間に子供がいたら、あー、もうベビーラッシュがやってくるのね。いいと思います。いやー、何、どうした、幸せの連鎖ですね。え、嬉しい嬉しい。それじゃあ、ギター、まさかの自分で弾いていくスタイル。はい、どうぞ。道具、ギターをプレゼントしました。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。友達が悪いこともしようとしたら止めようと思います。それが友情です。まあね、何でもかんでもみたいな感じじゃよろしくない。はい、骨付き肉でもどうぞ。私さ、どっちかといえばもうダントツで骨なしの方がいいんやけど、骨付きの方がみんないいもんなんかな。なんか前にね、おばあちゃんとかも言いよったよね、なんか骨付き肉に限るよねみたいな。クリスマス、え、骨ない方がさ、なんかね、食べきれるやんか、よくない。はい、ブラネちゃん。友達マークも多いけど喧嘩ではないのね。そっくりさん、1ヶ月もどこに行ってたんですか。いや、ちょっとそのあたりをブラブラと。え、なになになに、私も本当に好きなんでしょうか。え、全然大丈夫じゃない。まあ満足、好きに決まってるじゃないか。そうなんですか。なんだか安心しました。まあ、でもね、まあ好きっていうその感情はこっち側の感情なんやけどね。ゆうまくん側ではないんやけど。シャボン玉セット、はい、どうぞ。道具、シャボン玉セットをプレゼントしました。まあ、でもそういうなんか不安に思っとることとかってなんか考えよったら、なんかそれがなんていうん、こう外にも出るというか、オーラ的な感じになって出るけん、なんかより一層悪い方向に行くみたいな。よく考えよう考えようとしたらね、多分ポジティブオーラが周りにも放たれるけん大丈夫なはず。
よし。じゃあ残りの友達マーク。はい、ゆーぴーちゃん。ここも喧嘩じゃない。喧嘩じゃないということは、私は紹介を期待してるから。お久しぶりです。ゆうなと友達になりたいです。お、ゆうなちゃん。いいと思うよ。どんな話もすれば仲良くなれそうですか？面白い話。アドバイスありがとうございます。うんうん、では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃいまし。あと1個まだあったよね、友達マーク。あー、どれか紹介で会ってくれんかな。めっちゃ思うんやけど。仲良くなれるかな。服装的にちょっとユーピーちゃん、どうしたって感じの服装やけど。でも、未だに半袖の人とかおるけんね。ちょっとびっくりする。びっくりする。うまくいきました。寒くないんかなって思うよね。おかげで友達になれました。いやもう私女の人の肩出しとかもすごい寒そうやもん。いや屋内ならまだいいんやけど、あの格好で外に出るっていうのはちょっとどうなのって感じ。猫レンタル券をどうぞ。はい、道具猫レンタル券をプレゼントしました。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品お風呂セットをもらいました。ありがとう。旅先で仲良くなった人と今でも連絡も取ってます。おーいいね。ゆっぴーちゃんいつ旅に出たんだ。まあそこからなんやけど。はい、肉まんでもどうぞ。肉まん美味しい。めっちゃ売れる。めっちゃ売れる。チーズ肉まんが美味しいよ。はい、そしてあ、上にも増えてる。サナさん紹介ですか。でもこんだけ友達マークあって一個も喧嘩じゃなかったらめっちゃいいよね。どうもです。YUI と友達になりたい。お、ゆいちゃん。なるほど。ちょ、あれかな、まほちゃんにこうママ友というかニーズマの友達を増やそうみたいな。どんな話をすれば仲良くなれそうですか。世間話で。アドバイスありがとうございます。最近結婚したとこ同士やね。なんか家族ぐるみとかで仲良くなれたらいいよね、こういうの。さあ、どうだろうか。サナさん結構ゆっくりゆっくりよね、動き。めっちゃ思うけど。のんびり、のんびりと。仲良くなれるか？ああ、よかった。よかった。世間話ぐらいじゃね。人となりとかわからんけん。うまくいきました。ありがとうございます。うんうん、おかげで友達になれました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。もう恋愛面も、友情面もすごい充実していきよる。実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。ずっと遊んで暮らしたいです。それはダメ。奥さんいるから、遊んで暮らさないで。働こう。ちゃんと働こう。梅干し23個もあるやん。私どんだけ、なんでそんな買った。びっくりねえけど。いや、梅干し好きやけども。すごく美味しかったようです。お、よかったよかった。え、好物1位梅干しになったんやけど。マジでハンバーガーとチーズを抜かしての梅干しですか。まあ、コンビニ弁当も大概梅干し入っとるやろうしね。大好物の。はい、それじゃあみんなに募金を募りに行きます。さあ、じゃんじゃん入れてってください。この辺のね、なんか独身の人は募金額が多いけど、結婚した既婚者は募金少なくてもいいよみたいな感じやったら面白いのに。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。はい、そしていいね、いいね、いいね。早速ギター使いよるけど。え、でも、きっと多分もうすぐね、お腹に子供が宿るであろうに大丈夫かい。大丈夫なのかい、寒空の下。はい、それじゃあ、メインニュース見てこう。3時になりました。ほいほい。メインニュースをお伝えします。お願いします。
水泳帽が大流行。マジで？水泳の時以外でも水泳帽をかぶろうみたいな。去年の3倍は売れているとのことです。水泳帽とか絶対普段かぶりたくないやん。ももちゃんさんは子供から大人まで愛されるデザインが。だってさ、かぶった時にさ、なんか目がつり上がったりとかさ、なんかいろいろあるやん。絶対普段のファッションには合わんと思うんやけど。まあいいんじゃないですか。まあ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 、みんながそれがいいと思っているのならいいと思います。三時のミーニュース小田がお伝えしました。ありがとう。いや、流行とはよくわからないものだね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、もう初っ端からね、出だしからめちゃくちゃ良かった。どんどん夫婦も増えていくし、順調順調、このまま増やしていこう。